黄河城、中流の地形図黄河の上、中流の都市には、重要都市が多い加藤または加藤地域とは、中国北西部で、黄河城、中流が、木の字のような形で大きく時計回りに湾曲して、流れる地域で、加藤は、川に包まれた場所というような意味である。黄河は、寒宿省乱州平野を経て、ガラン山脈とオルドス高原の間を北上して、 内モンゴル自治区のインザン山脈にあたって東天市、さらに三聖省の路領山脈にあたって南天する。こうした地域は加藤と呼ばれて、古来様々な都市が設置されて、現在の銀河市、オルドス市、パオ島市、フフホト市、ニレバヤシ市、エンアン市などの重要都市になった。これは、黄河が各地で分流してその支流とともに幅広い中石平野を作り、 考えさえ施せば、極めて肥沃な土地となるところからであった。現在の銀河駅は、加藤地域を承継したと言われている。古来、俗に、甲賀百害、ただ不一等、天下甲賀富、加藤、不良善等不五等などと言われて、土壌が肥沃で、考えが発達していて、小麦、米、大豆、香料、ビートなどの農業が盛んであった。また、石炭、鉄、銅、 貴金属の生産も豊富である。現在では主要都市の工業も盛んである。ありがとうございます。